今日釣ったアメリカナマズです。今揚げてます。さてどんな味なんでしょう。今素晴らしい景色の中でやってます。今日は竿は、1m80と 2m ちょいぐらい竿を3本、車にも 2,3 本積んであります。 でっかい玉網、小さい玉網、今日は魚を料理するつもりなんで、なんだこれ、水が10リッターぐらい入ってます。でこれが、仕掛け類が入っている道具。これ着替え、水で、これが大切な餌が入ってます。今回は鶏のレバーとアサリと、あとなんだっけ、そんなのが入ってます。でこれが水汲みバケツに、フィッシュグリップに、ペンチに、ハサミに、なんだたわしにタオルと、一式こんなものを積んで出発します。さあマキシマムをかけた後で食べてみます。どんな味だろう。めっちゃうまいなこれ。何これ、すごい。ただ油で揚げただけなんですけど、死ぬほどうまいなこれ。今日の1匹目です。1匹目からね、58センチが来ましたんで、これですね。今日はこれを食べます。これからエビですよね。釣れた時に口から吐き出したのがこれでした。だから多分こういうのを食べてるんですね。これ100円で買った包丁です。これから締めます。今日はこれが1匹釣れたんで、この後これを食べたいと思います。初めてですね、なんだっけ、ベト用の竿を買いました。ちょっとどういうふうに使うかは決めてないんですけど、これからナマズもですね、ルアーで狙ってみようかなとか思ってるんで、ちょっと手に入れました。2メーターちょっとぐらいの長さですね。値段はですね、ダコ釣り具センターでですね、確か6000円ぐらいで買いました。一番安い竿です。はい、これもですね、一緒に買った、ベイトリール、初めてベイトリールを買いました。バックラッシュするらしいんですけど、どんなものか実際に体験してみないと分かんないんで、買いました。これもシマノの一番安いやつで、値段はだいたい5000円ぐらいでしたね。これも一番安いのくださいって言って買いました。さあどうなるやら。これから竿につけて投げてみます。途中でね、やっぱ休憩しながらこういうものを飲みましょう。もうすごい暑いですね。30度近いんじゃないでしょうか。これで大丈夫、超安上がりですね。これもこんな感じ。さっきもですね、一発でっかいのに持ってかれましたけど、全然大丈夫でした。胃袋だと思います。何にも入ってなくて、全部もう消化が終わった後みたいな感じでしたね。最初にぬめりを取っていきます。
と、このマキシマムっていうのをかけてみました。さあ、どんな味だろうか。